新しく買ったメモリーカード、データの消し忘れがありましたね。他のね、SD カード、今、とりあえず挿した17時間残ってるのが1枚見つかったんで、まあ、他にもね、4枚ぐらい持ってきてるんで、まあ大丈夫でしょう、ということでね、ちょっとそれをだけ確認してないとね、いざ着きましたけど、動画撮れませんってなったらね、4時間って言ったらね、今からまだ、ここから2時間 ?3 時間近くかかる計算なのか、今2時39分、5時39分ですよね、そう。そうするとね、ちょっと話が変わってきますからね。道中なんて撮ってる場合じゃねえよ、おめえ。3人、3人、4人、ぐだぐだ回してんじゃん、ボケーってなりますからね。あぶねー。まあまあ、とりあえず、その朝になってしまえば、何かしらね、お店が入っておって、SD カードを調達できるとは思うんですけど、だ32ギガの買っちゃうとね、まあ、とりあえず2、3時間の時間潰しにはなるんですけど、コンビニとかで売ってるやつだと32ギガとかなんですよね。で、結局、まあまあ、いいお値段になっちゃうんで、コスパのこと考えてもね、ギガ当たりの。で、ここでヤギ西なんだ。ということなんでね、まあ、頑張っていきたいと思います。その別市街はここで降りた方がいいんですね。どこに出口があるの。あの天理みたいな感じか。一番端っこにあるんですね。でここは温泉はこっちってことですね。出ます。で横がこの今一つ左側の車線ですねが、その降りたところの出口の先になってるっていう感じみたいですね。なるほどね。縦貫道自体は綾部までなのかな。ちょっとよく分かってないですよ、本当に。まあ行ってしまえば分かるけど、まあ62キロってなってるけど、綾部までは62キロってことはないと思うんで、福知山の距離ぐらいですよね。綾部まではそんなにかからんはずですよ。その上のインターが3キロで、丹波が9キロでしょ。福知山が49キロ、福知山でも49キロですね。で、福知山の全然手前ですからね、綾部は。この辺りは何回かやっぱ電車で走ったりしてるんでね、まあ一回車でも走ってるんで、ちょっと多少時間がね、ありますからね。時間は余裕がまだあるぐらいなんで、もう、一飯食いたいんだよな。一飯食いたいんだけどな。なかなかちょっと食うところが出てこなさそうですね。下道降りたところでね、福知山のあたりで降りる形になるのかな、下道に。まあ、今回は高速使ってるんで、Google 先生も危険でしょう。前みたいにね、下道走ったらもう無理やりにでもね、高速乗せるか、めちゃくちゃ細い道を嫌がらせしてくるかというようなことはね、ないと思いますんでね。こっから一車線なの？あ、なるほど。へぇ。その目の出口が、出口が手前に細くなるんだ。へぇ。絞れて、からの、ちなみに本当ならね、寝カフェとかがあったらね、快活クラブとかね、そこでね、メモリーカード、その古いデータね、消してまってとかってできるんですけど、実はね、調べておったら、この辺り全く寝カフェないですよね。そう、寝カフェがあるんだったら、早めにね、もう夕方ぐらいから、夜に出発してね、前乗りで入ってね、ちょっと休んで、
ようなね、段取りもね考えたんですけど、全くね地図で調べてみたらね、全くネカフェ不毛地帯らしいんですよ、こっち側は。なんでこんなタイミングで来るかな。あからさまに飛ばしたいって感じの車が来ちゃったな、後ろに。まだまだ先でしたね。で、森
り飛んでるね。見事に貫いてますね。院内トンネル。天の橋立てまで49キロ。あと天の橋立てよりもだいぶ先、まだ先なんだもんな。今ちらっと地図見た感じね。遠いね。多分あれなんでしょうね。その舞鶴から天の橋立ての間の運行させるのに、多分その列車をその今行く網野っていうところでこう折り返し運転ができるような感じにしてあるのか、そこの間間を、コーヒーの運転できるような感じでね作ってあるから、多分そこに留置とかできる設備があるんでしょうね。それがあって、朝から朝のユダヤさんはそこから出るのかなっていう予想を立ててみます。でこれが京丹波瑞穂、あ、気温がね、今日、あ、やっぱこっち低いですね。まあ、京都の中なんでね、結構夜はね、温度ぐっと下がりますからね、こっちの方のエリアに入ってくると。丹波福知山出口。まだ先行っていいのかな。なかなかあれですね、合流するところまで取っとかないっていうあたりがあれですよね。合理性を追求したのかな、どうなんでしょうね。ただちょっと怖いですけどね、入れるところって積むんで、どっちかというとそこの先ぐらいまでは、追い越し車線取ってほしいなっていう気持ちはありますけど、まあそうするとそこの部分幅が広くなるんでコストがかかるって変わったことなのかな。まあいいタイミングで先行してもらいましたね。こっちのじゃあそこまでパワー出ないですからね。街灯がないのだ。だからめちゃくちゃ暗いんだ。後ろ見た瞬間に何も見えなかったから一瞬あれ？バックミラーなんか変な位置向いてんのかなと思ったら違いますね。何も映らないんですね。光がないんで。まあでも眠気は大丈夫っすね。一発寝れたら大きいな。ただ一発寝れたことによる弊害は一つありましてね。YouTube の方は一応動画化できてたんでよかったんですけど、
日曜日がもともと穴を開けるような予定で作ってあったのところをね、今急ごしらえの動画を入れたりとかしてやってるんですけど、まあちょっとそれはだいぶプラン変更とか組み直しができとったんで、まあ日曜日も問題なくいけるので、 YouTube の方も問題なかったんですけど、ニコ動の方ですね、あっちがその言うとったタイマー予約の設定の兼ね合いで、週末の土日の5本投稿っていうのが、その日曜日の最後の投稿の設定できるのが金曜日の夜の10時の投稿が終わってからじゃないとできないんですよね。その兼ね合いで実はその土曜日もね、最悪その1日でもうこっちで時間潰しちゃって、こっちでね一泊してって何かしらねちょっと、して日曜日もね見て回るってこともできないわけではないんですけど、場合によってはね、アマンの発射とかはそういう風にして見れないとちょっと見に来れないかもなとかっていうのを風にも考えてたんですけど、その日曜日まで潰しちゃうと、まあ言うとったその QC の勉強とかが全然できなくなっちゃいますし、まあ今実はその普段大量に作ってあるストックね、作ってありますよって言ってますけど、実はまだ来週末の分の YouTube の動画もできてないんで、そっちも作らないといけないねっていう風になってくるとね、日曜日は戻ってないとまずいなというところなんですよね。あー、だいぶ切り濃くなってきたな。でしかもそのニコ動の投稿がですから、10時の投稿が結局できてないまんま来てるんで、8時までの投稿分は作れてるんですけど、10時分はないんで、それをどうしたものかなと作る前に、見たらちょっと先に雨が降ってくるよっていう方もあったんで、ちょっと早めに出ようかなっていうのもねあったんで、雨降ってる中の移動って嫌ですからね。その車の中に乗ってしまえば、まあね、わあ雨がすごいし、運転しにくいわぐらいでね、あれなんですけど、ね、車に乗り込むまではね、時刻ですからね。おお、で、由良川なんだ、これが。おお、由良川渡ってる。由良さん渡ってるぞ。いいですね。由良さんから車線広がるよ。いいですね。真っ暗で何も見えないですけどね、まあ昼間に見たい映像があるんで、由良川見たい映像はピッて出しときますけどね、っていうか動画見といてください。もう先に上がってるはずなんで、その由良川行ってる動画をね、で今日も行くのかな、そっちの方も。で京丹波ワッチ、これで綾部市まで入れるんだ、いいね。先に来るんですね、違うか、あれはそっから福知山の方に先に抜けれますよみたいな言ったかな。